おはよう。おはよう、おはよう。飲んでいるよ、まぶしい、まぶしい。夢があるよ。あと5日になっちまったよ、タコさん。冒険が。うほほゆ、ほほゆうほ、みん。うほほゆ、ほほゆ、メリークリスマス。メリークリー、ことよろ。アルストロ、メリア。明けおめ。はい。ことよろ。はい。おい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 。おいおいおい。おいおいおい。おい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 。おいおいおい。かーいかいかい。かーいかいかい。愉快痛快。怪物くんは、怪物ランドのプリンス大。懐かしい。やるか。よく覚えてるよな。まあな。俺といえば怪物ライドの、怪物ランドのプリンスみたいなとこあるからよ。色変だったら言ってな、どっか。俺わかんねえからよ、色。さすがに。うわぁ、もうちょっとだったじゃん、あと。あともうちょっとで、いけた。これ何の、何かと色一緒？何かと色一緒か？一緒の場所がねえな。リボ、裏のリボンは一緒の場所がない。あ、これか。あ、ベルトと同じ色だ。はぁ、気づいた。なるほど。多分そう。ベルトのレイヤーどれ？そういえば、この子が、パンのベルトは隠れるの？隠れるってどういうこと？隠れるってどういうこと？アマナで。あー、どうだろう。隠れるかもね、そう言われてみれば。リボンのレイヤーどれ？毎回これ消すのすげえ非合理的な気がする。緑。チョコみたいな、デコボコ、マノとかに描いてた気がしたんだけど。書いてた。適度に手抜いてかないと間に合わなくない？まあまあまあ間に合うよ。間に合わせるよ。あれ、どれだ？え？この色？この色か。多分隠れないんじゃない？今多分適当になってる。位置だけ決めて影つけるときは見えないとこ手抜いてこ。そうね。緑色どこ？緑色のレイヤー。緑色のレイヤー、あ、これだ。早速見つけたんだよ。うわっ、コガ、タンの右足のフリルのとこ塗り忘れてない？ま、塗り忘れ多くね。せっかく背景黄色にしてるのに意味なくね。そんなに塗り忘れてしまっていたのでは。うん、鼻すすってごめんな。鼻すする音不快だなって思ったんだよね、俺。自分の配信見返してて。休みの日にきつそうなことしてますね。どうも。でも鼻出るからな。チーンする暇もねえしな、今。あ、ほんとや。あ、これ何色に塗ろうとしたの？耳なめとどっこいどっこいかな。リボンの同じ話する音より耳なめぼ、椅子が強烈にございました。そう、みんな好きだろ。お前らも好きだよな。おじさん、こんばんみ。こんなに人間だから鼻くらいするし、あんまり気にしてない。本当にごめんね。お前らもこんなに耳なめが好きなんてな。おいおい、物好きがいたもんだぜ。
もう耳なめが DJ のスクラッチ音に聞こえてきた。ほんとこれ面倒くさい構造の服選んじまったな。誰だよこれかけって言ったやつ。おいおいはこっちのセリフだよ。おいおいはこっち、ねずっちです。くさ、誰だよこれにしたらって言ったバカは。耳なめてたよ、かわいい。これにしたらって言ったバカは誰だ。おい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 、それに賛同したバカも。お前だよ。誰だ。おいおいおい、鼻めっちゃ出るわ。俺最近いろんなオタクの配信を見て回るんだけど、オタクに共通してることを見つけた。よし、ここが終わり。次、オタクの共通項をね、いくつか見つけました。俺は何、あの何それ、だいたいね、何何何、自分で話した後になんかあの誘い笑い入れてることに気づいた。俺もそうなんだけど、なんかなんとかだよね。なんなんだろうねあれ、だいたい誘い笑い入ってる。なんなんだろうあれは、自分の言葉に対する自信のなさの表れなのかもしれないけど、なんとかだよねみたいな。うわ、予防線、予防線が張ってあるんだよね。それ気づいた俺。むやむやにする。そうそうそう、なんかふにゃって、それでふにゃふにゃって感じにしてみたいな。控えめな誘い笑い。はは。控えめな誘い笑いがね入ってることに気づきました最近。オタクの配信は。人前で喋る人なら少なかれあることじゃないかな。なのかな。耳が痛い。え、なんか違う、なんか違うんだよ、なんかそういうんじゃなくて。帰ってくるのは苦笑い。そういうんじゃなくてさ、なんか人前で喋る時のとかじゃない、やっぱ一人で話すことに対する照れ隠しみたいな。俺もやってるわ今。俺もやってるけどさ、一人で喋ることに対する照れ隠し、自分自身への照れ隠しみたいな。それがねあるんですよ。言うた。オタクってそんな気する。慣れてない感じが。よし。本当に面白くて笑ってるならいいと思う。俺は自分の発言が面白くて笑ってる。あとは返答の間を埋めるためとかある。ああ、そう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 。間がね、間が怖いみたいなのも正直あると思う。俺は自分がめちゃめちゃ面白いと思ってやってるけどね。怖い。言うて。爆笑してる俺自分に対して。面白いこいつ。プギャプギャ。ブヒャブヒャ。なんて面白いんだ自分、自分ガナハ響きだぞ。あと割とそれ苦手俺。あ、俺やってるわ。右下の髪の毛また塗り忘れてるよ。あ、そうだった、ありがとう。自分で苦手って言っときながらやってるわ。ダメだな、やっちゃうわ。苦手なんだよね俺そういう。めちゃくちゃ綺麗にしてたな今。そういう喋り方の人意識すると余計やっちゃうやつやろ。そういう喋り方の人すげえ苦手だ俺。やるけど、めっちゃやるけど俺。オタクはだからそういうガチ。川口さんの誘い笑い好きだよ。やってんだよな。やってる事実を今なんか意識したらめっちゃやってんなって思った。俺そんなやってないかなって思ってたんだけど、俺そんなやってねえからこうやって言ったけど、意識したらめちゃめちゃやってるわ。意識したらめちゃめちゃやってる。やってねえと思って俺言ったんだけど今。そういうやついるよね、はははみたいな。笑ってやろうぜあいつらをよみたいな気持ちで言ったらめっちゃ自分でやってたわ。ダメだね。えへへふ、はははめっちゃやってるわ。にへにへへ。あ、天下ちゃんだ、かわいい。なんかカホちゃん変だな。なんでだろう、手だな。
なんだろかおちゃんがなんかな、硬いよな。なんだろう。めんどくせえ、これ書くの、塗るの。休憩しよう。一人書いたらちょっと休憩。それが俺のやり方。俺さ、今日さ、Mac を Uber Eats で頼んだんだけど、それで、あれ買ったんだ。息抜きにアイスクリームとか食べようで。そう、アイス買ったの俺。アイス買ったのよ。俺。マックで。なんだっけあれ。マックフルーリー買ったの。で、俺それ結局食べてないから。食べたい。めっちゃやってるわ、俺。めっちゃやってる。いや、俺のは違う。俺のは違う。食レポ期待してる。俺の誘い笑いは違う。誘い笑いに気づいてまた笑うの好き。俺のは違う。もっとなんか変。キモタのは変。オタクの配信はもっとなんか変。誘い笑いがなんかもっと。喋りに食い込んでる感じ。それ気にしてるの川口だけだから別にいいよ。喋りに食い込んでる感じ。オタクの誘い笑いは。っていうことにしとこ。語尾になってる的な。そう。なんとかだよね みたいな。俺は自分で言ってから笑ってるから、俺の言葉に。多分。マックフルーリーって溶けない違の？う。違うかな。いや。マックルーリーはね、溶けるよ。今、冷凍庫にぶち込んでる。カッチカチになってる、マックルーリーが。多分、だから。違うな。俺はオタクだ。しゃあなし。塗ります。そんなくだらねえこと言ってねえで塗るよ。塗りゃいいんだろ。チェッ。わお。マミミーのアッシュ。このチョコちゃん、超かわいい。チュッチュ。へへ。へへって言うよね、俺。すんごい。すんごいへへって言ってるわ。めんでー書くの。言うね。めっちゃへへって言ってるわ。こんな赤かったっけ、髪。こんな赤えんだ、かほちゃんって。すごいです。今の見てた。似てたでしょ。やっぱりお前が。やっぱりお前がナンバーワン。世界最高ベンジャンスかみたい。なんか結構よく見たら髪の毛クソ荒くない？なんでこんな荒いの？カホちゃん。え？カホちゃんなんか髪の線が荒くない？死ぬほど。全然気づかなかった。まあ、いっか。気づかねえってことは、やっぱりちっちゃくしたらそんな荒く見えねえってことだ。石鹸でシャンプーしてそう。石鹸でシャンプーガビガビになってるな。ボディーソープで髪洗ってるわ、このカオちゃん多分。おい、カオ。何石鹸で髪洗ってんだよ。え？うちではいつもこれが普通なんですけど。マジかよ。カオ、それじゃ髪がギシギシになっちゃうよ。え？皆さん違うんですか？今度からシャンプーを使うのよ、カホ。シャンプー？それにリンスもだ。風呂上がりには洗わ流さないトリートメントもつけろよ、カホ。
やることがいっぱいで、わかんないです。一から頑張りましょう、カホ。はい！皆さんがそう言うなら、タコさんそういえばさ、頑張ります！あ？クソ。カホにシャンプーとリンスと、プラも作るときって何敷いてる？え？何敷いてる？もういつも通りあれよ、カッターマットよ。え、なんでこんな髪洗いの線がすげえムカつくんだけど俺自分に。あ、多分あれだ、線が強調したからだ、線画の太さ変えたからだ。なるほどなるほど、そういうことか。今まで1本かけんな。さっきの一人劇ほぼみんなにスルーされてて笑う。面白すぎてみんな多分腹抱えてコメント打てないんでしょ。だその面白コメディはずっとニヤニヤしてたよ。だろ、面白だろ、面白そい。笑わないように必死だよ。面白面白ろ、面白。あはは、天菜ちゃんが、はい、だけ面白かった。天菜ちゃんが小賀丹にゼロ距離で屁こかれてる、かわいそうに。夏は3だけすぐ分かるの面白いなって思いながら聞いてた。全員アタックされてるやん。全員分かりやすかったろ、言うて全員分かりやすかったでしょ今。違う違う違う、いいえ、ちょっと後で、よう、保管庫に上がった時もう一回聞き直してみて、誰が誰なのか。あ、これは、カホちゃんだな。これはチョコちゃんだな。これはジュリだな。あ、リンゼ、やべ。リンゼも、そう、思います。あぶねえ。忘れてた。リンゼちゃん。リンゼちゃん P に怒られるとこだった。完全にリンゼちゃん入れんの忘れてた今の会話に。はて、リンゼもシャンプーなどというものは使ったことがありませんゆえ。リンゼさんもですか？囲って塗るツール使わないの？囲って塗る難しい。囲って塗る難しいから使ってない。はい。でも、不思議ね。リンゼは髪の毛がサラサラよ。そうだね。リンゼちゃんは、なんで髪の毛を洗ってるの？リンゼは、髪の毛を洗うときは、うんちゃらかんちゃらが、どうしたこうしたで、あったよね、そんな4コマ超かわいいやつ。リンゼちゃんが、リンゼちゃんが超かわいい4コマあったよね。そんなあれかわいいんでおすすめです。ぜひ見てみてはいかがでしょうか。これ順番が違うのか、レイヤーの一回線が3章レイヤーにして囲って塗るツール使ってみない。線が3章レイヤーにして囲って塗るツール。だ、便利だな、知ってるよ。俺なんかやったもん。3章レイヤーってのがあんの？それ知らなかった。これだっけ？これ？これか。これで？例えばじゃあ、茶色のとこ塗るか。囲って、これなんかむずいんだって。囲って塗るツールをですね、むずいの、なんかむずい。あ、まあこういうことか。ありがとう。こういうことか。むずいんだよね、囲って塗るツールの囲い方が。むずい、かわいい、むずい、む
W。 ほら、なんか変なになった。変なになる。え？よくわからん。最初に細かいとこを塗っていって、大きいとこを下にレイヤーをも、いかやく。わかんない。変なことになるか。わかんない。ミディア、わかんない。簡単に使えるのがクリスタからダウンロードできるよ。後で調べ。イカ略。え、これじゃないの？わかんない。わら。これじゃないの？俺が使ってるやつじゃないの？うわコロナウイルスだ。死んでしまう俺は。もしかしてバケツツールに初期表示されてるやつでやってるのか。え、それじゃないの？囲って塗るツールって。それ以外に存在するの？違う違う。へえ、違う違う。そうじゃ、そうじゃない。そんな便利な世界なんですね。疲れちゃったな、おじさん。でもカホちゃんが元気をくれるよ。そんな可愛い目で俺のこと見てくれたら、俺は幸せもんだ。あ、ルパン。ルパン三世。俺様はルパン三世。マックフルーリー食うべ。フルリレロー。なんだ、URL だ。ウイルスだろ。こうやって俺は、こういうのなんだけどさ。簡単にウイルスを踏んでしまうからトロイの木馬に侵されていたんだ。絶対に許さないぞ。あと共通色はここか。そうか。あ、これ参照レイヤーにしてるから変になってんのか。なんか変だなと思ったら、そういうことか。みんな一旦消えてください。は、なんかここ肌見えてるみたいでエッチだね。人の塗り見るのは面白い。まあ俺の塗りはかなり塗りの中でも下層、最下層の方の塗りだからな。塗り市場でも割とコッコロちゃんみたいな服に見える。コッコロちゃんみたいな服に見えるね。わかるよ。その気持ちわかるよ。はあ、疲れた。やばい。流出してた。くそ。まずい。超茶色現象が起きる今。うわー。助けてあと共通の色はここか。
へえ、すげえ。何がすごいことあった？あとは濃い茶色か。はった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 ハッダック、ホットドッグを発音よく言ってハッダック。ハッタック、ハッダック。あれ？これ違うな。あ？どうなってんだ、ここ。やぶにご。ヤブニゴって何？うわ、レイヤー女、間違えてる、これ、レイヤー。まあいいや。スルー。ここをスルー。レイヤーが間違えちまってる。だが、俺は、あえて、直さない。悲しい。カイジ、ここを、スルー。何？ここをスルーだと？ああ、俺は、流出したセレイヤーも、直さない。それが、俺のやり方だ。ピョキーン。バッチ。初期。なんか長時間ゲームやるより疲れるわね、やはりね。不思議と。不思議とぎと油。あと、このリボンが使われてると、ここ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 
ずっと頭使いながら気を張って色塗ってるからじゃね。頭使ってねえけどな。そこまでして。あタコさんだと特にしんどそう。あれ？使ってないんかい。チョコタヌ？あ、じゃあ、カホタヌ？帽子はどうしちゃったの？カホタヌ、帽子は？カホタヌ、帽子を取っちゃったぞよか？フォロ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 
適当だよね。かなり適当。あー、かわいいなー。みんなかわいいな。ポポンポポン。かわいい。かわいいね。おもちかに。
これは素人はキラリちゃんかと思いがちですが、キラリちゃんではなくリュウグウレナちゃんです。素人はやっぱちょっとねキラリちゃんかなって思いがちなんですよね。甘いぞと。なんか聞き分けが難しいじ。日暮らしの泣く頃にがレナのセリフ喋ったキラリだよ。日暮らしの泣く頃にが再アニメ化されるそうで、ウケる。またなんか犯罪事件が日暮らしの泣く頃に、マジか。日暮らしの泣く頃にのあれされるんでしょ、どうせ。マジ犯罪、化け物語みたいな絵になってたな。犯罪事件がそれのせいでまたなんか、あれになるんでしょ。知ってるよ、ミリア知ってるよ。昔の絵だからこそあの不気味感出てたと思ってたのに。え、でもあのさ、日記はめっちゃ可愛くない？俺日暮らしの泣く頃に怪異がマジでもう好きすぎて、日暮らしの泣く頃に怪異の里子が好きすぎて、俺ずっと携帯の待ち受けにしてたよ、ガラケーの。そうだったっけか。ガラケーの待ち受けずっと里子だって俺。日暮らしの泣く頃に怪異の、やっぱロリコンちゃいます。ずっとさとこ。アイモードで、日暮らしの泣く頃にさとこって画像検索してた。さとこ画像。アイモードで。まだロリコン否定してるのか。うん。違うもんだって俺。どこマジかわ。ヘレンとカオルちゃんどっちが好き？カオルちゃん。それだ当たり前。ほらロリコン。へい。お？それはおかしいでしょ。別に。それだったらその2択だったら、別にヘレンさんが変じゃない、変、あんまりあれ可愛くないってわけじゃないけど、カオルちゃんだよ俺は。その2択だったらね。別にヘレンちゃんが、ヘレンちゃんっていうか、ヘレンちゃんが可愛くないわけじゃないさ。そんなん誰だってわかる。俺だってわかる。え、なんかここもっと黄色くない？すげえ黄色く見えるのに、そんな黄色く見えない。なんだろう。チェケナベイベー、チェケナベイベー。楽園パリナイ。よし、完璧や。 Y の計算に狂いはない。完璧や。ポパイみたいな足かと思ったら違った。足ムキムキだよ。お水飲みます。いやーうまい。ちょ一回休憩するわ。背中伸ばす。あー背中が破壊される。助けてくれ。背中が破壊される。くぅ、背中が助けてくれ。はあ、いや。背中が壊れるぞ。ポポンポポン。かあ、かあ、今ツイッター見てます。この時間になってくるとツイッターもそんな盛況じゃねえんだよな。俺のリプライ欄
俺のリプライじゃねえ。俺のツイッター欄。寝ます。応援してます。お、頑お張っやすてくみださな。いね。ありがとう。頑張る。めちゃめちゃ頑張る。そう言ってもらったら俺はめちゃめちゃ頑張るから。安心して。シェケナベイベイ、シェケナベイベイ。なんベイベイ。か、あれだな。背中痛いな。背中痛いな。ああ。背中痛いな。ああ、背中痛いな。マッサージしてもらおう。マッサージやって、エロマッサージ行こうかな。じゃあ、やっぱり。そろそろ。エロマッサージに行ってみたレポ書いて、バズろうかな。頼む。エロマッサージを行ってみた。ふう。背中が痛い。背中が痛いよー。背中が痛いよー。背中が痛いよー。助けてよー。うわ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 。トゥフィ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 。くしゃみ出そう。くしゃみが。くしゃくしゃくしゃ。くしゃみが出ます。こんにちは。僕はくしゃみ。よし、やるか。かほちゃんももうちょっとだしな、言うて。かほちゃんも言うてもうちょっとだからよ。朝日まで塗って終わり。そうしよっかな、今日は。背中痛、背中かゆ。背中かいてくれ、誰か。背中のかゆいとこをガシガシかいてくれる美少女募集してます。よろしくお願いします。ぜひ。ぜひこちらの宛先まで。どしどしご応募ください。メルカリ見よ。メルカリ見ます。メルカリ壊れた？エラーになるんだけど、メルカリ見ようと。なんで？あ、5時に壊れなってたない。からプリコネしよう。あ、本当は5時になってるわ。ゴジラって感じ。ゴジロ。タコさんのこの描いてる衣装の画像どこで見れる？え、なんかどっかで見れるよ。はい。なんかアイマス公式ブログのどっかのページで見れた気がする。どこだったっけ？忘れちった。どっかで見れなる。るほど。
アイマス公式ありがとうブログのどっかで見る。うわ、俺が欲しいカードが3枚777円で売ってる。買うべきかな、メルカリで3枚777円。どうなんだろう、高いのか安いのか分かんねえな。3枚777円で1枚230円、250円ぐらいか。1枚250円か。1枚250円。1枚250円かな。どうしよっか、1枚250円迷うな。欲しいけど欲しくない、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ、今の私はそんな感じ、水も甘いもしっかりなんとかペステッテッテレミン感じ、ブチョペステッテイペレペステンテイ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 テテテテ、そんな感じ、そんな感じ、今の私はそんな感じ、チュー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 チュルチュチュルチュチュク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 チュンチュン、ポウ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 、やらねばならぬな、やらねばならぬ何事も、やるか、よし、やるぞ、頑張ります。じゃあ曲を流すか。この衣装ほんとバラバラなんだな。そうなんだよね、クソめんどくせんだよこの衣装。このユニットごとに違って、でキャラごとに短パンとミニスカとロングスカートで分かれてて、でキャラクターに関して見えないキャラクターは何履いてるか分かんない。コガタンとアサヒちゃんは、だから俺が描いてるキャラクターの中でコガちゃんとアサヒちゃんはスカートがロングなのかミニなのか、この短パンなのか分かんないから妄想ですね。なんかコガタンに関しては正直ロングな気もするんだよな。まあもう遅いから無理だけど。デレステの衣装作ってる人もこんな気持ちだぞきっと。なんだよこいつっつって、なんでこの絵ちょっとだけ、あのだからでもあれじゃん、手抜くじゃんデレステの衣装、あのチューリップとか。でも天鍋大体隠せるし大丈夫じゃね。チューリップとか手抜くじゃん。まあ大丈夫だろ、今日聞こう、さっきの途中だったから。ぬるお。ふう、上、黒。どこ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 おはようじょ、おはようじょ。あ、なんかすげえ、え、なんかさっぱりしたもの食いてえな。冷麺、冷麺食うか、あ、冷麺食おうかな。冷麺を食べたいな、冷麺を食べたいな、冷麺食べよう食べようか、お腹すいたしな。
母国語やめ。ポンチョ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 ン。ドゥ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 。でも共通の色が、あ、リレーションズ好きよ。リレーションズめっちゃ好き。ずっと聞いてた昔。チュッパーチュッパー。そうか。チュ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 ッペチュッパー。姿を見た。ドゥ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 。あの海、あの街角は。歌詞が違う。言わないで。でもこれならこの枠中に色分け終わってざっと影つけられそうだな。え、何？頑張れ。ざっと影もつけなきゃいけないの？私、私もしかしてざっと影もつけなきゃいけないの？もしかしてざっと影つけなきゃいけないの？この肘のとこって何？この枠中に一冊完成させて、未来のタコさんに任せたら雑の極みになっちまうぞ。それは余裕だよね。トトトン、トトトン、トトトン、トトトン。今日の俺に任せても雑の極みだと思うよね。今日はもうだってぶっ通し何時間やってんの？もう7時間ぐらいやってるでしょ。わけでしょ。これはもうなかなかすごいよ。俺えらいという言葉が似合う。光さす放課後、こういうとこ囲って寝るツールの方がいいのかもね。ズンズン、ひらめいて。トワイライトスカイめっちゃ好き。ライブであの綺麗にペンラがグラデンなるのが好き。わかる。いいよね。QS はわらわら。あ、早起きだな。草わらわら。すげえ。草わらわら。めっちゃ早起きじゃない？草わらわら。寝てないのかな？草わらわら。荒らし尽くした後かな。草にき、おはよう。荒らし尽くした後かな。今日。早起きじゃない？めっちゃ。おはよう。おはよう。すげえ早起きじゃん。今日も一日頑張ってな。あ、ね、これで終わりなのかもしれないけど。草にき起きたて。なんかしょっぱなからミスってて可愛い。起きたてだから草にきの人気に嫉妬。俺が普通にコメント喋るよりコメント多いじゃねえかよ。はあ。寝ぼけてた。寝ぼけてた。寝てな、ちゃんと寝ないと嵐も嵐もできねえだろう。ちゃんと寝ないと嵐もまともにできなくなっちまうからよ。しっかり睡眠をとって。さすがタコさん。嵐をがいっぱい荒らしてくれ。俺の配信もいっぱい荒らしてくれ。もっとたくさん荒らしてるわけじゃないし。荒らしてるわけじゃない。え、荒らしじゃなかったの？衝撃の新事実。荒らしじゃなかったらしい。荒らしじゃない。
嵐かと思ってたわ、ずっと。嘘だ草を流行語にしたいだけ。あ、そういうこと。ずっと嵐かと思ってた、ごめんな。ずっと嵐の何かと思ってた。速報嵐じゃなかった。マジか、びっくり。それは割となんだ、タコライス最強、タコライス最強と同じか。嵐かと思ってた、ごめんな。てっきり君のことは嵐だと思ってた。マチコの声がする。めちゃくちゃフランクなのか。なるほどね。むしろ俺たちが嵐だったのかもしれない。そうだね。草を生やさんと。まあ、草って割とみんな使ってるけどな。わりかしみんな使ってる気がするけど、まあその子は黙っておこう、言わないでおこう。俺が普通に喋ってるよりコメントが多くなるのはやめてほしいね。ただ頼むから。ごめんね。それぐらいコメントし続けろよっていう。だってプレッシャーだって。チョビスってんぱーるそうべんしとかさすたんでたばらすってんでーらつんだがんじょんざんべんざんごーイエーイ。母国語やめ。わい。アイルは良いメント来てくれ。アイルな、見ねえと早く。俺あれ、俺結局読んでねえや。ミリオンの漫画買ったのに。お腹が減りすぎてコメントする力がなくなってきた。飯食えよ。なら飯を食え。うわ、この子たちお腹のベルト何色だ。え、お腹のベルト何色かわかんねえ。一緒かな、お腹のベルトの色は。ベルトはみんな同じじゃないの。ベルトはみんな同じかな、さすがに。ベルト同じっぽいな。よし、ベルト同じっていうことにし。2巻で満足しちゃった。同じっぽい。2巻で満足しちゃったね。2巻で満足した感はある、圧倒的に。覚えてねえけど、もう割と。また1から読み直そう。めっちゃ面白かったの覚えてるね。でもなんかタイミング、進撃の巨人は配信中に読みまくってたくせに。ユーシュチェル、タイミングを間違えただけで、なんかすげえ面白かった覚えはあるんだよね。すげえ読んでたんだよ最初買った時は。最近なんかさ、ずっとさあれの本で集めててさ、その普通の実本で集めてたんだけど、最近すげえなんか見やす、あれのがなんだっけ、電子書籍で、 iPad で電子書籍で見るのが最近好きで、それに慣れちゃって。進撃は二十数巻無料とかアホなことしたら見るしかないじゃない。それに慣れたからさ、なんかパッドのが画面広いもんな。そう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 、 iPad で見るのいいなと思って。なんか全部断裁してデータ化しようかな。自炊しよう。全部断裁してデータ化して自炊するのもありかなってちょっと思った。だから部屋の捨てられるしな、物。なんかあるらしいじゃん、秋葉にそういうお店が。断裁して捨てられる、あのスキャンできる店が、で PDF になるみたいな、できるみたいな、変換できるみたいな。そしてそれを漫画村に流すと。そうそうそう、タコさんの本の紙媒体で見たいから間に合わせて。ええー。
データあれで売ろうかな、 SD で。SD で売るの新しくない？くそ、マイクロフロッピーで売って、マイクロ SD で売ろうかな俺。どう、マイクロ SD で売ろうかな。そっちの方が高くつきそう。でも秋葉とかでマイクロ SD の例えば多分1ギガとかでいいわけでしょ多分。マイクロ SD マジかよ、1ギガもいらない。一番安い多分マイクロ SD だったら安く買えるでしょ。印刷より安くつくんじゃない、もしかしたら。マイクロ SD 大量まとめ買い、あった。マイクロ SD 普通 CD ロムとかでしょ。CD はめんどくさい。まとめ買いあったね。2ギガ高くない？ 840 円って高くない？もっと安い。特売会とは絶対もっと安くできるよこんなの。いや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 、これ嘘だ。アリエクスプレスで買えば安いのか。2ギガとかなんかむしろ高いのかなこれ、もしかして。だって俺この間400円ぐらいで買ったぜマイクロ SD。32ギガ500円、ほら32ギガだったら500円で買えんだよ。なんで2ギガの方が高えんだよ。アリエスクスプレスで買うわじゃあ俺。あ、ダメだ、あれ。そうか、この前 256GB3K で買ったわ。265ギガ、へえ。そっか、あれでいいのか。CD だったらめっちゃ安いじゃん。CD でいいか、最悪。じゃあ、最悪 CD で売るわ。データ、100円で売るわ。最悪100円で。やべ、足の裏になんか、突き刺さった。木の破片がいて。最悪間に合わなかったら、データ、100円で売るんで、買いに来てください。そしたらね、前日に俺焼けばいいだけだから、 CD ロムに。新しくない？データ同人誌、タコさんのイラスト改造し放題。そうだよ、しかも高解像度バージョンだから、インターネットに流し放題。ぜひやってみては。成人向けコスプレロム売ってると勘違いされそう。どんなエッチなのがあるのかな、無法っつってオタクが来る、キモオタクが。ネタのとこだけ白紙にしてクイズ形式にすれば考えなくてもいいし。そうだね、火力。よし、あと一人だ、頑張れ俺。ふぅ、いいぞいいぞ、俺すごいぞ、俺すごいぞ。まあ見てくれ、見ていただいてる皆様のおかげですけどね。タコさんすごいぞ、頑張れ。見ていただいてる皆さんのおかげですけど、本当にファイト。コメントがなかったら俺は一義のもとに封印されてますよ、本当に。一義のもとに封印されてるんでね、本当に皆様頑張れ、ありがとうございますと。ギャレッテタベアショワトゥンデデペって、わ、光に近いから色が、正しい色が判別できない。ウズキも応援してるよ。いや嬉しい。シマムー、泣きそう俺今、なんかシマムーが好きすぎて、シマムーのことが好きで俺今泣きそう、涙出てきた。ダイブボイススマイリング、シマムーハッシーも遠く行っちまったな、当たり飯も遠く行っちまったな。今度から言おう、当た
谷飯も遠く行っちまったな。草ドゥ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 追いかけて。なんか今日当たり飯のカラリプが少なかったんだけど、もしかして気にしてるかな俺がさっき陰口したから。こんにちは。いや多分原稿してんじゃないの。あ、そういうこと。俺がさっき当たり飯の軽口の、あ、カラリプの話したから気にしてるかな、もしかしたら。気にしないでって言ったのに。肌白、これほんと肌の色か、白じゃん、肌じゃん、肌じゃなくない。さすがにイカもこの日程じゃヒーヒー言いながら作業しとんじゃろ。してるかな。本当に肌色かい、大丈夫か。最近のソラリプの多さは現行からの現実逃避だったのだと思われるあいつはずっと同人作家と同人絵師と絡んじまったからよ。絡むようになっちまったから遠く行っちまったんだ。遠くに行っちまったな。同人作家とカラリポをするようになっちまって遠く行っちまったわ。仲良くしちまってるな。タコさんの横のつながりせくっていくべ。嫌です。くさ、作らなきゃいけない時が来たら作るが、なんか俺足に木の破片が刺さって痛い。助けてみんな。どうやったらこれ出てくんの、足の木の破片。有名絵師のイカさんに寄生していくしかねえ。抜いて。ん、どこに入ってんのかわかんねえ。す、足痛いんだけどさ、どこに刺さってんのかわかんねえよ。痛いことはわかる、なんか刺さってんのっていう。まあいいや、慣れるだろ多分。だって俺割と実況者でもさ、その近づいてきてくれたのにさ、うまく距離感を取れなくて全くあれしなくなってるしな。歩み寄ってきてくれてるのにもかかわらず、ワイだったら火で炙って熱して殺菌した針でその付近ほじるわ。怖っ。拷問感じゃん。なんかめちゃめちゃ線が綺麗だな、カホちゃんに比べて。いつもハンチャバランチョペレていてくれてたんだね、わちゃちゃべいペアってくれて。あ、なんかズキズキする、足がズキズキする。絶対なんか刺さってる、ズキズキ。この曲ほんと好きわかりやすくて。この曲はでもピンセット使うしかねえ。この曲はあっちのが好きだな。このメンツじゃなくて新ボイス組だけでのが、光のディスティネーション、どれ、あ、これか。いきなりは笑うからやめ。どれだ、足ごと切り落とすといいよ。そうだね、ゾロもやってたしな。
なんかどこがかわかんねえ。どこだ、これ、違うな。足の裏汚ねえな、なんかよく見たら足の裏汚ねえ、何これ、洗おう、よくゴシゴシ。この辺りだ、あ、これか。ピンセットねえんだよな俺の部屋。血液の中に入り込んだりしたらほんと手に負えなくなるから早く、イカ略。そんなトゲでそんなことある、痛い痛い痛い、なんだこれ。あ、これだ、あ、なんか血出てきた、めっちゃ血出てきた、痛い痛い。え、これ何、どうなってるの、痛い痛い。え、これどうなってんの、怖い。カメラつけて。ん、これどうなってんの、めっちゃ血出てきた。なんだこれ、いって消毒しないと。なんか刺さったっていうか、俺切ったのかな、フローリングで。フローリングはなんか、俺はフローリングズタボロでさ、床の切ったのか、切ったっぽいな、刺さったっていうか、多分切ったっぽい。マジかよ、容赦4番と。うわ、めっちゃ血出てきてる、何これ。あ、ちげえや、足に黒いゴミついてるだけだったいや、めっちゃ血出てきてるのだ、足の裏に黒いホコリついてるだけだった。でも血は出てきてるな、気持ち。でもなんかね、硬いのがある気がするんだよね。なんだよそれ、硬いのがある気がするから、これなんか刺さってる気が。血の赤が見えてないの忘れてたわ。鉄と一緒じゃねえか、なんか硬いのがある気がするから、なんか刺さってる気がするんだけどな、気のせいかな。いや、なんか刺さってる気がするな、気になるな、こんなタイミングで足のトゲが気になるなんて、足のトゲと戦わなきゃいけないなんて。どうやって出てくるんだ、足のトゲ、出ろ、ほら出ろ出ろ、血しか出てこない、ギュッてやると血しか出てこない。すっきりして原稿早く終わらせたいね。なんかザクってなんか感じはするんだよね、なんか刺さってる気がする。ちょっと待ってな、汚い手でいじくり回すのやめた方がいいぞ。ちょっとピンセット持ってくるわ。BGM も相まって取り返しつかないことして高まった。はい、どうも、持ってきたピンセット。どれだ、ギュッてやったらピンセットというか毛抜きを持ってきた、毛抜きを。なんか目視できねえからさ、毛抜き目視できねえから、なんか見つけたらさ、つまめるんだけど。ただ血出てるところに、だからギュッて毛抜きを押し付けて、ギュッてやってピッてならんか、抜けねえか。
血出てるところだからあるからそこに刺さってんのは分かんだけど、もういいかな、こいつと一生添い遂げる覚悟で言おうかな。添い遂げたいこの思い、添い遂げでいいかな、もうめんどくせえか。はっ、よっよっ、これが刺さってる痛みなのか、それとも違うのか、それだけを俺は確認したい。いろんな方向から撫でてみたら、俺も小学生の頃手に刺さったガンプラのランナーまだ埋まってるか、イカ略。なんかでも硬い、いやないか、な今歩いたらちょっとね痛かった。わかんねえや、いいや、取れない、諦めましょう、取れません。なんか良さそう。これか、いやこれ川だな、傷口を広げてるだけな気がする。まあいいや、オッケー、終わり。ちょっと軽く消毒液つけてくるわ、待ってて。
えっす。ういっす。ういっす。なんか硬いのがある気がするんで、これ俺の足の皮かな。いや違うな。皮かね。もうほじるしかねえ。こいつか。原因は。この毛抜きの性能が低い。表面の皮を削って取るしかねえ。あとは絆創膏。絆創膏持ってきた。あ、なんかめっちゃ痛いやついる。こいつだ絶対。うわ取れた取れた。お、でっけえの入ってた。おめでとう。すげえでっけえの刺さった足に。うわあ、痛えわけだ。やべえじゃん。すげえでっけえの刺さったわ。どんなんだよ。すんげえでけえではないけど、ささくれぐらい。中指のささくれとちょうど同じサイズのやつ刺さった。ツイッターに画像あげよう。は、大事だったよ。でっけ。中指のささくれと同じサイズのやつが足に刺さった。いやー、よかった取れて。ちゃんと傷口消毒した。うん、今消毒してきたけどまた引っこ抜いちゃったから。また消毒しないと。まあ一回バンドエイド持ってきたから、あとはいいや。あとバンドエイドで封印しとくわ。さっきしたし。さっきしたしという謎の理論で。まあ、バンドエイドにも消毒液少しぐらいついてるでしょうと言った。願い。よし。足の裏のバンドエイドなんかすぐ剥がれそうだけどな。もう俺あんまり歩かねえから大丈夫か。いやーよかった。気持ち悪かったからな、なんかやっぱり。よかったよかったよかった、これで集中できるわ。今無駄に30分ぐらい格闘しなかった俺。足叶えたい景色があるか。足に刺さったトゲと30トゲってか、もうなんか木片みたいな刺さってたわ。クソでけえ木片みたいな刺さってたわ。トゲが血流に乗って心臓に突き刺さるとかいう話を思い出してたから、いかやく。でもそんな血流に乗るとかそういうレベルのトゲじゃない。クソでかかったもん本当に。2ミリぐらいサイズで言えば。そんなに。2ミリぐらい。だからてか、そんなで回の取れない毛抜きってなんだよ。ガラス入るとよく心臓にみたいなのって本当なの？わからん。でかい。でこれが人の人差し指だとするじゃん。これ人差し指ね、人ので、今抜いたのがこれぐらい。米ぐらい。いや米よりちっちゃいかな。米粒じゃんそれ。米を半分にしたぐらいの。米を縦に半分にしたみたいなのが突き刺さったわ。何言ってえなと思って。なるほど。うん。よかった、でも取れて。俺今どこ塗ってた？でかさ想像できた。うん。そりゃ痛いわ。痛かったわ。あ、この曲知ってる俺。黒いエプロン塗ってた。黒いエプロン塗ってた、ほんと。じゃあもう塗り終わってるってことか、つまり。なるほどね。じゃあ次は誰もいない、一人ぼっちだ。この曲知ってるよ、アニメの曲だ。この部分共通の色を塗ろう。手袋とか。これなんだ、オープニング。
最高かな。オープニングっぽい。最高だったっけこれ。最高じゃなかったっけ。キリリンチチチチチチチリンチチ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 うわ足ムズムズするわ。サンリズムオーケストラ感あった。そう、なんか作曲者一緒なんだって確か。もぞも掃除さんうずいてる、引っこ抜いたところが。作曲者が一緒らしい。なんかここの足変だな。やっぱりそうなのか。うん。ああ泣いた。やった。ああなんかアニマス見たくなってきたな。え、サイド M 見てないんですか、もしかして。アニメそれはそれは見てサイド M のアニメは見て、ワンクールしかないから。あのアニマス見て、映画見て、エピソードオブジュピター見て、アニマス見て、その順で時系列的に言えば。それは見てほしい。俺もオスは嫌いだけどそれは見てほしい、できれば。オスは嫌いだけどそれは見てほしい。サイド M のアニメめっちゃおもろいから。サイド M のアニメめっちゃ面白いんで見てほしい。あーレイヤー間違えてる。今ニューゲーム見てるので、それ見終わってからリゼロ見直してからイカ略なんでそんなアニメばっか見てんだよキモタクが。サイズも全部見といて押すとか言える方がすげえよまた一挙してほしいな。押すは押すだよあいつらは。押すなことに変わりはねえんだ。どれだけ作品が面白かろうが押すに変わりはねえ。やつら押すだ。オスであることに変わりはない。ここどうせ隠れちゃうんだよね、小型んでね。あー隠れちゃうわ。隠れなくていいや、適当でいいや。あーお疲れ。泣いた。ジュピターの時だけはテンション上がってるの面白い。ジュピター好きだからね俺に。言っておくけど。お疲れ。これは泣いた。終わった。ボロロンボロロンボンボロロンボロロンボンボロッポロッポポロッポポロッポポン。なんか違うわ、これ線入ってねえじゃん。まあいいや、あと直そう。私じじゃんじゃんじゃん。ピッピー。チュクチュチュンチュン。チュクチュチュチュン。いやエピソードオブジュピターマジで面白いから100回ぐらい見たもん。それ嘘だけどそれは嘘だけど。あれこうやって、あこういう形じゃねえ。こういう形じゃなかった。なんかなんで俺こういう風に書いたの。ちゃんと見て書いて。全然こういうんじゃないじゃん。まあいいや、塗っとけ塗っとけ。4回ぐらい見た。
でも本当に冗談じゃなく、あんなに火の打ちどころもないアニメなかなかないよ。冗談じゃなく4回ぐらい見たエピソードオブジュピターに関しては、マジで4回は多分見た。本当に面白すぎて。あーマスターピースいいな。マスターピース面白かったから。珍しいよ俺がアニメ4度も見るなんて。一番見たアニメなんだ。アイマスにこれに勝てる曲は果たしてくるのか。なんかね、いやわかんねえ、なんだろう、思い込んでるのかな、いい曲って。いや絶対いい曲だよな絶対いい曲だよな。思い込みじゃねえよなこれ。絶対いい曲だと思うわ。神前暁さんに頼むしかない。絶対いい曲。あ、ここ見えねえから適当で言ってたんだっけ。やべ、出ちゃってる俺の几帳面なとこ出ちゃってる。気になったとこは直さないといけない几帳面なとこ出ちゃってるね。おはようございます。おはよう、おはよう、ここにいるよ、眩しい眩しい、夢があるよ、冒険が、ほい、挑戦を、ほい、連れてき、もう大解決。この曲何？知らない。お前さてはミルキーだな。バレたか。俺がミルキーホームズである。ことが激マスの ED。 へえ、なんかあれに似てない？サンキューに似てない？サンキューじゃねえか、ユニオンに似てない？すごい虹色ミラクルスコ、すごいユニオンに似てない？それユニオン初披露の時も言われてた。あーなるほどね、ユニオンが似てんだなユニオンが似てるんだ。なんでユニオンに似ちゃったんだろう。あー音楽がないと俺は作業できねえ。いいのねえかな、いいのねえかな、心臓マッサージに使えるアイマス楽曲メドレー。お、イノタクサウンドのアイマスメドレー13分しかねえのか。もっと180分ぐらいのやつ作ってくんねえかな。あーナムコ黒いバンナム、ミシロ最高翼プロ合同メドレーボリューム1、これでこれにするか。171分。結構イベントビーチ M シュートが好きなんだよな。ああなるほどね、あのイベントのさアレンジとかいいよね割と。
イベントのアレンジ BGM とかあるよね。よし次。バンザイ。トロトトトトバンザイ。トロトトトト。本気星とアイツキのインストとかめっちゃかっこよくて好き。へえ。インストで聞くっていう考えがなかったな、あんまり。俺の持ってるチェリーと音源が違う。これなんで？キラリを呼んだに？俺の持ってるチェリーライブのやつか。あ、ライブバージョンだ。オタクの声が元気だもんな。なんか俺毎回ポスターを作るのが楽しくなってきた。同人活動はでっけえポスターを作るのが楽しい。毎回誰かにあげてるけど。ポスターすごい見栄えいいよね。綺麗なんだよあれめっちゃ。俺当たり飯のポスター持ってるぜ。当たり飯のあの前回のエロ本の人気絵師。マジですげえじゃん。人気絵師の当たり飯のエロ本、初エロ本のポスター持ってるぞ俺。あいつがいらねえっつって俺ん家に置いてった。あれ売るか。数年後にプレミアつくぞ。ねえ、これ邪魔なんだよねっつってどうしようっつって、うち置いとけよ、捨てとけよっつって。ああ、まだ転がってるわ部屋の奥に。呪われてそう。部屋の奥に転がってるわまだ。あれ売れるかな。早くあいつ人気になってくんねえかな。めちゃめちゃ。まあもう棒読みだろ。棒読みじゃねえや、秒読みだろ。あいつのあの破竹の飛ぶ鳥を生き落とす勢いだから。それ駅とかに貼ってこうぜ。あの人気絵師当たり飯先生の初同人誌のポスターです。この21点しかないものなので、1点ものです。この曲いい曲だな。ムカつくな。ムカつく意味がわからん悔しい悔しい。男なのにオスなのにいい曲で悔しい、そういう気持ち。
オスは、うわあ、上がるね。上がる背取り。俺はオスに屈しちゃいけないのに、絶対に。撮りましょう。いい曲作んだよな。 OK Let's go。 あ、やべ、コールし忘れた。やっぱりお前が？言わないと、やっぱり。一番は言わなくていい。ナンバーワン。一番は言わなくていいって。帰って。LINE をやらない？シュンリュウ。それはあれだろ？なんだっけ？その曲は。ダミ声で言わないと。ナンバーワン。あとこの色を使うところでどこ？リボン？リボンはあれ？帽子は？リボンもつけてる。もう2周年かよ。あと色はどこ？あ、ここ縁もか。何これ？あ、オスだ。アニメにも出てたやつら、なんだっけ、ハイ&ジョーカー。ハイ&じゃないっけ、ハイジョーカー。追い風ランニングぐらい、そう来てくれ。俺の朝はそこから始まるんや。本当に？このラインもか。チューンリュあとはあれか、リボンか。何色？赤か。結構濃い赤だね。へえ。LINE をやらない春流。あー残念。ジェットザフューチャーでした。早起きじゃない？っていうかみんな朝起きてきた人何してんの？こんな早くに来て何をするつもりなの？パンツ泥棒とかしようとしてないでしょ。もうエッチ。今日も仕事なのかな。あこの時間に起きてくるのは仕事でもこの時間早いな。6時だぜ。イントロクッソかっこよくてくさ。かっこいいよね。わかり信じてください。これとかマジで聞きたかったな。生演奏でお宅は休日こそ活発になるから。なるほどね。生演奏でこれこそ聞きたかったわ。ライブで
これがリミクでやんのかな。あー、ダリミクでやりそうだね。ひらめいて、オーバーからのこれやりそう。生演奏も当分やらなさそうだしもったいないね。わお、急に来たね。帽子かいてねえじゃん。このCメロ好き、かっこいいよね、めっちゃ。わかる。ここのブレイク好き。わかる。イエイエブレイクといえばタイガーお兄さんが出てくるはず。タイオニが、タイオニ夢いいえ。え、こここんなかっこよかったっけ。やば、そのおえつみたいなやつ。なんなんだよ、まだ言えたいわ。いいえ。誰がどう聞いてもイエタイガーでしょ。レイヤー分けてるとこういう塗り残しをさ、その場で塗れねえから嫌なんだよね。後で塗り残し塗るって思っても忘れちゃうしな。ラーメン食いて、ラーメン食いて。いや、タイガー実際に見たことないな。俺も。いい。知らなかったしね、存在。普通に。あ、オバマスも中川さんって人なんだ。へえ。あれ、中川さんってあれじゃなかったっけ？なんか曲いっぱい作ってる人じゃなかったっけ？違ったっけ？なんか俺誰かと勘違いしてるかもしれない。オバマスと言えタイガー。本当にさ、なんか何も考えないで喋ってるからか分かんないけどさ、何も考えないで喋ってるからか分かんないけど、本当に自分で言ったことで本当に笑うんだよね。朝から笑わせないで。本当に自分で言ったことで本気で笑っちゃうんだよね。なんでだろう。腹に かっけえな、オバマス。あれなんか色違う。
よし濡れた、濡れたよね。よし濡れたぞみんな。あー疲れた。888。濡れてね。カホちゃんとアサヒちゃん帽子つけてね。なんでカホちゃんとアサヒちゃん帽子かいてねんで。後から嫌な気持ちになるだろうな。いや、見えないだろ。少しの妥協も許さない選手。そうなんだよね。最強すぎるがゆえに。いや、今の良くない？セリフめっちゃ。できないのならやるな、だけどやれるのならできる。俺の今の俺にぶっ刺さるようなセリフじゃねえかよ。なんていい曲なんだ。そういうことだったのか。できないのならやるな、川口のための曲じゃん。でもやれるならできる、そういうことだな。やってる時点でもうできるってことだな。つまり俺は俺のための曲だったな、完全に。めちゃめちゃいい曲じゃねえか。なんだ今のセリフ、感動しちゃった。俺は刺さったね、ここで。ドリームいい曲だわ、覚えておこう、その名を、その名を覚えておこう。できないのならやるな、だが頭文字にやれるのならできる。いいこと言うじゃねえかよ。よし完成。帽子もかぶせた。これでラフは全部、ラフどうしよう。ラフっていうフォルダ作っちゃう。やっぱ作詞ユラさんだった。知ってんの？これ何？あー文字か。有名なの？ユラさんは。これ何？新規レイヤーフォルダー。はい。これはラフ。これ誰？誰でもないフォルダー。あ、これもラフか。マスピの人だよ。へえ。アマナ。アサヒ。アンティーカ。よし。うわあ、大変だ。マノちゃん一番上に来ていただいて、アマナちゃん次、オガタン、カホちゃん、いい感じじゃない？すごい。どうよ。いい感じじゃない？あとは目線の調整だな。目線の調整。目がちょっとみんなどこ見てるか、あやふやだから。みんなこっち見せるのが一番楽かもな。でもめっちゃ気合入ってる。こっち見せる方が楽かもしれん。いやーよく頑張った俺。背景青にしようか。青空にしたいね。グラデで。
なんか変なんだって。え、こんなんなんの、グラデって。なんかグラデ、あれ俺グラデの付け方下手。なんでここガッツンってなんだろう。なんでガッツンが生まれるの。Y は背景黄色の方も好きだった。背景黄色も好きだった。なんか青から白、左下に向かってさ、青から白だと大気圏突入する瞬間みたいだね。でもね、確かさ、どうだったっけ、当たり飯背景黄色じゃなかったっけ、あげてなかった、あいつ黄色い背景の画像。そういえばそうだな。両隣同士のサークルが2人とも背景黄色だったら嫌じゃん。嫌じゃないそれ。角度が違う気がする。この曲かっこいいな。僕たちのレジスタンス、なんかカオちゃんだけ顔こっち、顔がこっち見てるけど、みんな顔ごと左。なんか朝日ちゃんだけちっちゃくない、すっげえ。気のせい、僕だからいいか。顔の角度カオちゃんもうちょい。あれ、ザ・フラッグはもう遠近感で小さくしてた。そうか、じゃあいいか。あれ、ザ・フラッグも堀江翔太か。イメ、ええもう堀江これすこ、いいねマジで、いいねマジで、お前本当にいいね。もうやだー、来たー、疲れた。8時間ぐらいかかったな、これ全員色分けするの。千賀と、まあサボり2だったから、頑張ってくれ、サボりサボりだったから。朝日に塗り残し発見してる、塗り残しは発見しちゃいけないのに。絶対絶対塗り残しは発見しちゃいけないっていうルールがあるのに。わあ、めぐみの声かっけー、いい。めぐみここ好き。なんかこういうさ、かっこいい曲で有名なのに自分の好きなアイドル入ってるとすげえ嬉しいよね。有名な楽曲に自分の好きなアイドルが入ってるとめちゃめちゃ嬉しい気持ちありません？わかる、わかる。よし、オッケー。ゆずの楽曲で担当が歌った時とか涙出た。あー、それな、そういうのもあるよね。
やマジ無重力シャトルとか立ったとかあのあたりは、あとラブ&ピーチかあのあたりはもう勝ちだよね。勝ち。なんか顔だな、鼻の位置かな、カホちゃん。顔はめっちゃ可愛いんだけどね、カホちゃん。目じゃない。目かな。あ、鼻の位置ちょっとずらしたら横顔っぽくなったわ。気持ち横顔っぽくなった気がする。あとは瞳の位置だな。どこ見てもらおうかな。なんかでもこっち見てた方がいいかな。なんかやりやすいな、こっち見てる方がみんな。なんか無駄にあっち見せようとして。あれがガバガバになっちゃってる気がする。あ、この曲かっこよ。オスだ。くそアップで見るとすげえ可愛い。さっきからいい曲しか流れないようなもの。やっぱかっこいい。その中でも特段なんていうの、こういうこのメドレーになってるのはやっぱ有名な、いろんな曲がある中でもやっぱ特段なんていうの、刺さりやってか万人受けしやすい曲を選んでんじゃない。やっぱりあーこれな。疲れた。一気にガクッと力が溶けた。力が溶けた。これ地味にズボンとかスカートにそれぞれのあのラインカラー入れないといけないんだよね。それがゲロめんどくせえ。あーカホちゃんの顔が近い。顔だけ見るとすげえ可愛いんだけど、なんかこの全体で見ると、全体で見ると変なのってやっぱ目線がガバガバだからだろうな。やっぱおとなしくみんなこっち向かせようかな。てかカホちゃんだけ多分顎引いてないっていうか、なんていうの、目線入れれば変わるんじゃない。それはあるかもね。カホちゃんだけさ、みんなさ顔の向きがさこうじゃん。みんなこういう顔の、まあ、ちょっとマノちゃんは前から、カホちゃんだけ上向いてるから多分。
て感じさせない。みんな求めているイッタデザイン、ミラクのミラボタン保有力な。多分そのせいだな、やっぱり笑い顔は笑い顔、あ、目つぶらせるってこと、それもありだね。そう、目つぶらせるのは、まあ、カオちゃんだったら全然あり。目塗る手間省けるしな。あー疲れた、あー疲れた、どうしよう、眠くはない、え、眠いのかな、寝た方がいいかな。明日昼ぐらいに起きて、ということでも、昼は無理そう。でも俺もやっぱやることあるし、これ以外にも少なからず。二度寝しないように頑張って。頑張って起きたいな。これかわいい、小鳥ちゃん、小鳥さんの。これ初めて聞いたわ、超かわいい。アイマスって結構かわいいラップ曲いっぱいあるんだな、知らなかった。ふうし、じゃあとりあえずだ、もうちょい瞳を下向けにしなきゃダメなんだろうな、多分。だ、まのちゃんもちょっと目線は上向いちゃってるから、こういう状況なんだよね今。まのちゃんの目線上向き、かおちゃんも上向き、あさひちゃん下、小形ん正面、あまなちゃん正面。割とみんなの目線がガバガバだから、顔の向きを直したいなっていう気持ちではいます。なので今日は寝ます。大丈夫かな、こんな今日は寝ますとか言っといて、言っていて大丈夫なんだろうか俺は、果たして。まあ大丈夫ってことにしとくか。あれ、加湿器止まってる。とりあえずじゃあ、まあ時間も時間なし、あと恋するアステロイドの5話見ながら寝ます。今日はそれじゃあ、とりあえず、いやでもやろうかな、どうなんだろう、どう思うっていう、どう思う、やろう、やるべきかな、もうちょいやるか、目線の修正とライン入れるぐらいはした方がいいかも。いや、やろう、やろう、やる、やります、やります、えらい、俺やる、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 よし、えら、よし、えらい、無理できるうちに無理した方がいい、えらい、えらい、えらい、目線修正まず、うん、どうしようかな、目線5分後に寝ます。まあ眠かったらやめるわ。一回全員こっち見させるっていうのやってみようか。そうすればまあ目線に迷う人はなくなるかもしれない。ふーん、同じだねって笑えるならいい。
あ、俺の好きなやつじゃん。これ今日何回聞いたんだよ、この曲。俺の好きなやつだって言って、この曲いいよなマジで。これ好き、この曲いいよな。全部のメドレーに入ってそうね。ほんといい。もちよもちよ。あ、塗り残しがいっぱい発見された。耳塗ってね。あぶね、朝日ちゃん。ラップ攻めいいぞ。めっちゃラップ攻めしてるね。いや、目をみんなこっち見てもらう。何これ。ああバンダムの。可愛くない、めっちゃ曲。ザーさん、ザーさんか。876話過小評価されすぎだよな。いや、ってかやった人が少ないんじゃない。シンプルにプレイヤーの少なさじゃない、バンダムに関しては。超曲かわいい。こっち向いてみた。やっぱあっち向いてる方がいいな。こっち向くの微妙だわ、やっぱり絵として。あんまり良くない。やめー。目線直すべきは多分朝日ちゃんに合わせるのが一番良さそう。気持ち下かな、小型も。
で、小型を気持ち下にさせるには上を削る。下はもう限界来てるから。なんか下向いてるように見えねえな。もうちょい離していいかな。なんか正面向いてるようにしか見えない。下向かせるのでどうやってやるんだ。下に目線を。正面しか向かない。なぜ？黒目の角度か。2番からだ。パッパーズ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 パッパー好き。あ、でも気持ち下向いた気がする。なこの辺りを見てほしい、みんなに。できれば。最近筋トレするとこれ効いてるから、反射的に筋トレ、脳になってしまう。いかやく。えらい。パブロフの犬とか知るわけね、君は。この曲の。アマナちゃんは気持ち上目でいいのか。下にいるから小型たちより。みんなでこの辺りを見るために。ないでも。マノちゃんは上を見すぎ。うん？支え合うって愛しいね。ハイアンドロー過ぎた時は
なんでマノちゃん、なんか変なとこ見てんだろ。この後で結構塗り残しあんな。まあ後々修正するか。なんかあざ笑ってるマノちゃんが生まれてしまったそんなもんかお前は。怖いよマノちゃん。こんな感じか。カホちゃん、カホちゃんどうするかだよな。マジむずい。カホちゃん、こういう感じ。ああまあ近いな。目の位置、瞳の位置を変えてやればどうにかなりそうな感じはしないこともなきにしもあらず。それかほんと目つぶらせちゃうかだよね。
わからん。よし、明日だな。明日にします。以上、朝6時43分ですが終わりです。おやすみ。こんな長時間お付き合いいただき誠にありがとうございました。皆様、皆さんもねゆっくり睡眠をとって、ゆっくりお休みしてください。ぜひね、恋するアステロイド見てください。皆さんも、神アニメですので、ぜひ恋するアステロイド見てみてはいかがでしょうか。それでは本日はこの辺りでしまいということで、ありがとうございました。皆様、こんな長時間にわたりお付き合いいただいた方のことに大変感謝をしております。それではまたお会いいたしましょう。明日昼に起きたい、6時間後ぐらいに起きたい気持ちでやっておきます。それではまたお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。